豆類がもたらしてくれる健康効果と消化を良くするヒント。豆類は大変栄養価が高く経済的な食品で、ヘルシーなタンパク質をたっぷり含んでいます。また、食物繊維、ビタミン、ミネラルも豊富です。豆類は、たくさんの効能を持つ、優れた健康食品です。でも、豆類は太る、消化に良くないなどの理由で、敬遠されがちなことも事実。今回は、豆類がもたらしてくれる健康効果をすべてご紹介し、特にどんな人たちに向いているか、消化不良を防ぐにはどんな食べ方をしたらいいのかについてお話しします。豆類がもたらしてくれる健康効果。非常に栄養価が高く、炭水化物をたっぷり含んでいますから、優れたエネルギー源となります。食べ応えがあり、満腹感を与えてくれますから、健康的な減量ダイエットにおすすめです。成長期のお子さんや運動選手、妊娠中の方に欠かせないタンパク質が豊富です。含有量は肉や魚ほど多くはありませんが、豆類の持つタンパク質はもっと吸収しやすく健康的です。便秘を解消し、血糖値とコレステロール値を調節するのに欠かせない食物繊維をたっぷり含んでいます。鉄、カルシウム、リン、マグネシウム、ヨード、カリウムなどのミネラルが豊富です。中枢神経系を調節し、ストレス不安感、うつを防止するのに役立つビタミン B 群などのビタミンを含んでいます。体内から過剰な体液を排出します。冠動脈疾患にかかるリスクを軽減します。経済的かつ伝統的な食品です。優れた栄養価がありますから、1週間に3回は豆類を食べましょう。ベーガンまたはベジタリアンダイエットを守っている方なら、もっと食べても大丈夫です。葉酸値が高い方、痛風を再発しやすい方は、豆類の摂取量を調節するか、事前にかかりつけの医師に相談しましょう。豆類の消化を良くするヒント。丸1日水につけると良いでしょう。もう1日余分に置いておくと、より消化しやすくなるだけでなく、さらに時間を置いて芽が出て発芽状態のスプラウトとなれば栄養価も増します。スプラウトはサラダや付け合わせに使えます。豆類を煮るときに一度煮立ったら火から一旦下ろして湯を捨て、水を変えてクミンとウイキョウを加えるとお腹が張るのを防げます。煮るときに昆布を1切れ加えると柔らかくなりますし、もちろん煮た昆布も一緒に食べられます。豆を食べるとお腹が張ってしまう、ガスが溜まってしまうという傾向がある方も、だからといって豆類を避けないようお勧めします。そのような傾向がある方は、何より、よく噛むことが大事ですが、豆を使ったハンバーグ状にしてみたり、フードプロセッサーにかけてクリーム状にしてみたりしてください。モロッコのレシピ、ひよこ豆を使ったフムスもいいアイデアでしょう。
お腹の張りやガスの問題は、豆自体に問題があるというよりも、一緒に食べるものの組み合わせによる方が大きいと言えます。野菜や米と一緒に食べるようにしましょう。また、食後は、デザートや甘い果物、酸味の多い果物は避けましょう。胃の中で発酵を促してしまい結果として膨満感やガスの問題へとつながりやすくなります。